ブライト・ケンタ選手が故障でフレッシュオールスター辞退という報道がありました。ブライト・ケンタ選手の故障の詳細と復帰時期、そしてブライト・ケンタ選手に代わって今後一軍昇格の可能性がある選手たち見ていきましょう。改めてブライト・ケンタ選手が二軍のオールスターであるフレッシュオールスター、こちらの辞退が判明しました。代替選手としては高卒新人キャッチャーの山浅選手が選出されています。メンバーとしては中日から4人で中地投手、浜選手、樋口選手、山浅選手、この4人になっています。ブライト健太選手は左手関節三角骨骨挫傷、そして左手関節滑膜炎が出場辞退の要因という報道がありました。ここまで1軍ではトータル2割5分7厘、出塁率3割1分6厘、OPS が 0.630 という成績を残していました。再昇格してからはスタメンでも交流戦で特に活躍を見せまして、そこでは打率3割を超える成績を残しています。まあ、ただ圧倒的な成績とまではいかずに、大島選手の2000本というところもありますから、2軍降格となっていました。2軍では2ストライク後の対応というところを課題に取り組んでいて、まあ、再昇格を目指して頑張っていたというところなんですけれども、故障となってしまいました。ではブライト健太選手の復活はいつ頃になるのか、このあたりを見ていきましょう。現時点ではブライト健太選手の詳細な復帰の期間とかは出ていないんですけれども、骨挫傷の全治は基本的に1ヶ月から2ヶ月ほどというふうにされています。スポーツによる外傷や交通事故、関節同士がぶつかることなど外部からの衝撃が原因で骨内部に損傷をきたした状態、これが骨挫傷の状態ですね。ファームでは7月13日までは出場しておりまして、この試合ではホームランも放っています。なので7月13日以降に何か故障の要因が発生したという可能性が高いですね。そこからの復帰ということになると、骨挫傷の一般的な復帰期間を考えると最短で8月中旬、遅いと今シーズン中の一軍昇格はちょっと厳しいかなっていうような可能性もありまして、一軍でも結果を残していて、二軍でもホームランなんかも出ていて、ここから一軍でスタメン起用っていうところが期待された選手なんですけれども、ちょっと厳しいかなっていう状態にはなってしまっています。ホークスの今宮選手が2018年の2月の下旬に右肘関節滑膜炎ということですね。この滑膜炎の診断をされているんですね。まあ、こちらに関しては今宮選手2月下旬の診断で開幕スタメン1ヶ月後ぐらいの、まあ、開幕スタメンには名を連ねていたということで、まあ、どちらかというと滑膜炎よりも骨挫傷の方が全治に時間がかかるというのが一般的な情報になっています。では続いてブライト健太選手が故障となってしまって今後一軍昇格の可能性が高まった選手見ていきましょう。ブライト健太選手と同じタイプの外野手として、足が使えてなおかつ打撃も期待できる選手としては三好選手の名前が上がってきます。二軍は離脱者が多いということもあって、まあ、感染症なんかもありまして7月6日から三好選手出場がないんですけれども、それまでは好調をキープしていました。7月中旬まではかなりの不振で打率が1割台だったんですけれども、2割中盤ぐらいまで打撃成績を上げてきています。2軍での成績、三好選手2割5分7厘、ホームランがなし、出塁率3割6厘、OPS が 0.624 という数字になっています。ホームランが出ていないという点はちょっと気がかりではあるんですけれども、盗塁7個はチームトップの数値になっています。1軍では盗塁ができるダイソーの選手っていうのがいないので、まあ、高松選手は足が速いんですけれども、盗塁っていうのはなかなか狙えない選手ですから、三好選手の昇格っていうのも将来的にはあると思います。そして福本選手も7月6日を最後に出場していないんですけれども、そこまでは4試合連続ヒットが続いていました。トータル打率が3割2分6厘、ホームランが2本、出塁率3割4分7厘、 OPS が 0.789 という成績が残っています。福本選手はギリギリで開幕2軍スタートとなったんですけれども、そこから2軍で本当に安定的にずっと高打率をキープしている選手ですから、まあ、今回ブライト健太選手の故障も重なって1軍昇格の可能性というのも十分期待できるのかなというふうに思っております。以上です。